今回ご紹介するのは IWC の自動巻き時計 GST アクアタイマー REF3536-01 です。1997年に登場したダイバーズコレクション。オーシャン2000の DNA を受け継ぐ驚異的な 2000m 防水を実現した生産終了のハイスペックモデルです。文字盤はマットなブラックから、視認性に優れるホワイトのアワーマーカーと夜光ハンドの組み合わせ、312ゲート表示、華美な装飾を省いた洗練された精悍な風貌デザインです。チタンケースはユーズガードのない無骨なホルム、裏蓋には潜水艦のレリーフが確認できます。バンドは専用のチタンプレスを装着しています。オーバースペックが魅力的な耐久性を追求した一品です。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針にサビなど出ていません。夜光は光りません。ケース、裏蓋、チレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどはありません。風防、特に大きな傷やスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス、バックルにロゴマークが確認できます。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ベゼルは左方向のみに回転します。押し込みながら回転します。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのリューズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。付属品、ボックス、レッカーリ、トリセツ冊子、メーカーコンプリートサービス明細2012年 OH 実施、コマ4つです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ケース径は約 42mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 48mm、 厚さ風防含む約 14.5mm、 腕回り現状16cm前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また
お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーンウォッチマンがお送りしました。